大丈夫ですか、ジョースターさん。ああ、ありがとう、アブドゥル。昔の思い出だが飛行機は苦手なんでな。前にも話したと思いますが、50日です。50日以内に寮に会わなければ。分かっておる。ホリーの命が危ないということじゃな。なんじゃ今の。ジョースターさん、左のエンジンから火が。落ち着くんじゃ。みんな座席についている。しかしジョースターさん、エンジンが。心配いらん、わしが直接聞きに行ってくる。機長、何が起きたというんじゃ。わかりません。どんどん高度が下がっています。操縦不能。どう、席に戻ってください。このままでは海面に墜落します。なんじゃと。やれやれだぜ。とにかく全員無事で何よりだ。この辺りは行き来する船も多い。救難信号を聞いてすぐに駆けつけてくれるじゃろう。そう願いたいな。こんなところでグズグズしてはいられないですよ。しかし事故が敵の仕業なら。お、まあ、まだ運に見放されてはいないようだ。信号を。もしこれでなんとかなる。わしの強運も見捨てたもんじゃないようだ。どうしたんですアブドゥルさん。タラップが降りているのになぜ誰も姿を見せないのか。お迎えはなしか。乗務員はどこでしょう。まるでバミューダに消えたマリー・セレスト号ですね。おーい、誰かいないのか。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 とにかく船の中を調べてみよう。どうした。この窓を見ろ。これでどうやってわしらを見つけた。エンジンルームにも誰もいない。
やはり無人か。なんだ今のは。ジョースターさん、どうしました。中から物音がした。でかい猿だな。これはオランウータンですよ。開けろと言ってんのか。そのようですね。猿のくせに生意気なやつだな。気をつけて。オランウータンは人間の5倍の力があるから腕ぐらい簡単に引きちぎられますよ。まあ少なくともこいつに餌をやるやつがいるってことだな。行こう、こいつの飼い主を探すんだ。操縦室を見ろ。お。幽霊船ってわけか。バカな。行こう。みんなといた方が良さそうだ。どう思う？みんな。この船は危険です。どうします？海の真ん中で。しかしどこを航海してるかもわからん。あれは。行くしかないようだな。ボンジュー、ムッシュ・ジョースターを一行。こいつ、待て。どうしてわしたちのことを知っている。こんなあざがある奴に紹介されてね。あらてぬ。ジョースターさん、危ない。何？うん。何？俺のスタンド名はシルバーチャリオッツ。始末してほしいのはアブドゥル、貴様のようだな。そのテーブルに火時計を作った。12時を燃やすまでに貴様を殺す。恐るべき剣さばき、見事なものだ。だが12時までに私を殺すだろう。そいつは相当うぬぼれが過ぎるんじゃないか。フランスの方。挨拶が遅れた。名乗らせていただこう。我が名はポルナレフ、ジャンピエール・ポルナレフ。メルシー、僕自己紹介恐縮の至り。ではアブドゥルのスタンドが腕を動かしたらテーブルの下半分が燃えてしまった。私の炎が自然通りに燃えているとは考えないでいただきたい。炎を自在に操れるからこそマジシャンズレッドと呼ばれている。さすがだ。しかし
さっき貴様はこの俺がうぬぼれていると言ったな。この俺の剣さばきが。うぬぼれだと？これでも貴様にはそう言えるのか。すごい。5枚のコインをたった一月で貫いた。いや、よく見てみろ。それだけじゃねえぜ。なるほど。俺がどういう意味を持つか分かったようだな。俺のスタンドは自由自在に炎も切断できる。つまり貴様は俺の前では無力に等しいのだ。いつの間に？この場で始末してやってもいいが、アブドゥル、貴様の能力は広い場所の方が進化を発揮するんだろう。そこを叩きのめすのが俺のスタンドにふさわしい勝利というもの。全員表へ出ろ。正々堂々と順番に切り裂いてやる。アブドゥル、ジョースターさん、手を出さないでください。奴の言う通り、これだけ広い場所なら思う存分スタンドを操れるという。予言しよう。貴様は貴様自身のスタンドの能力で滅びるだろう。自慢の炎はどうした？儚いならこちらから行くぞ。ほら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 。やつめコケにしおって、マジシャンズレッドが炎を吐くのを待っておったんじゃ。もうお前に勝ちはない。来るな、本気で。おっと、とばっちりで火傷をするのはごめんだ。クロスファイヤーハリケーン。フレッシュの威力しかないのか。ならば炎が強いので自分自身が焼かれている。言った通りだろ、アブドゥルさん。ああ、悪あがきか。ん？なんだこの手応えは。改めてジョスファイヤー。うわ、やつのスタンドが溶けていくぞ。ひどい火傷ですね。運が良くて重傷、いや運が悪けりゃと言った方がいいか。どのみち3ヶ月は立ち上がれまい。スタンドもドロドロで戦闘不能。さあジョースターさん、これからどうやってエジプトに行くか検討するとしましょう。うわっ、あそこ何？信じられん。ブラボー、おーブラボー。やつの体がなぜ宙に浮くんだ。スタンドの目でよく見てみろよ。スタンド、これだ。甲冑を外したシルバーチャリオッツ、あっけに取られているようだな。恐れ入る。説明していただけないだろうか。よし、その主張な態度気に入ったぞ。さっきの爆発はバラバラになったのではなく、俺のスタンドが甲冑を脱ぎ去ったショックなのだ。君の炎に焼かれたのは甲冑の部分だから、俺は軽傷で済んだのだ。そして今甲冑を脱ぎ捨てた分身軽になった。先ほど甲冑の重さゆえクロスファイヤーハリケーンを食らったというのかね。うい、ごもっとも。プロテクターがないということは、今度 CFH を食らったら命がないということ。うい、だが無理だね。無理と？なぜなら君にとてもゾッとすることをお見せするから。なんじゃバカな、スタンドは一人一体のはず。ん？ゾッとしたようだな。
この残像は視覚ではなく感覚に訴えているのだ。今度の剣さばきはどうだ。今のは残像だ。私のスタンドにはもう君の技は通用しない。アムデル、実は私の CFH のバリエーションが存在する。アンクの形の炎も一体だけではなく分裂させ数体で飛ばすことが可能。だらんアブデル。まずい、やつのスタンドがエンジンを組んだ。また炎を弾き返されてしまう。やばい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 。うわあ、こいつを弾き返して。何？うわあ、あれはあのスタンドがアブドゥルの炎を弾き返して作った穴。なるほど、戦いの最中に開いた穴を利用したのか。何体にも分裂させられるからこそできる戦術。炎に焼かれて死ぬのは空しかろう。その探検で自害するがいい。うぬぼれていた。炎なんかに俺の剣さばきが負けるはずないと。このまま潔く焼け死ぬとしよう。それが戦いに敗れた俺の貴様の能力への礼儀。ディオからの命令をも超える誇り高き精神。あくまでも騎士道とやらの礼を失せぬやつ。このまま死なせるには惜しい男だ。ディオの刺客になったのも何か訳あってのことかもしれん。もう大丈夫だ、敵は倒したぞ。本当だ。いや、一時はどうなるかと思いましたよ。よかった。スタンドか。うわ、出てこ、今度は貴様の番だ。うわ、上太郎、
どうやら終わったようじゃな。しかしこいつが壊れるのが早いか陸に着くのが早いかってとこだな。奴のスタンドの正体がこんな船だったとは。こんなことならあのエテコを飼いならしてやるんだったな。あれだけやられたっていうのに大した奴ですね。奴にはきっと成し遂げなければならない何かがあるのだろう。そうでなくてはいくら若いとはいえあれだけの回復は無理だ。ムッシュ・ジョースター。ん？詮索するようだがあなたはいつも手袋をしたままだ。まさかあなたの左手は右手ではないでしょうね。左手が右手？おかしなことを聞くやつだな。俺は両手とも右手の男をずっと探している。50年前の戦いによる名誉の負傷じゃ。失礼した。許してくれ。ホルナレフ、一体どういうことなんだ。俺は妹を殺した男を探している。3年前のことだ。その日妹は学校からの帰り道をクラスメートと二人で歩いていた。その男の手は両方とも右手なんだ。明らかにスタンド能力者だ。俺は誓った。我が妹の魂の尊厳をそいつの死で償うと。そして1年前俺はデュオに出会った。誰だお前は。君の意識の中に大きく立ちはだかっている男が私には見える。どうだね、一つ私と友達になろうではないか。君が私の仕事を手伝ってくれるなら私も力を貸そう。その男を探し出してやってもいい。だから君らを殺してこいと命令された。悪魔のささやきと分かっていながら妹の仇の情報を得るために取引をしてしまった。人の心の隙間に忍び込むのがうまいやつだ。しかし今の話から推理するとすでにデュオはその男のことを知っているな。何？オルナレフ、これからどうするんだ。俺はあんたたちと一緒に行くぜ。デュオを目指していけば妹の敵に会えるかもしれん。よし、いいだろう。目的は違えど行き先は同じだ。そうと決まれば早いとこエジプトへ行こうぜ。楽しみだな。エジプトの女ってのは神秘的でやけにそそるよな。指導精神あふれる男だと思っていたが、よくわからん性格のようだ。気分転換の早いやつ。頭と下半身が完全に分裂してるようだ。やれやれだぜ。ストレングスか。役に立たないやつ。しかも戦車ポルナレフまで寝返るとは。だが運命の札は全て私の手にある。ご安心ください。ディオ様、いくらハエのごとき連中が寝返ったとしてもディオ様の力には遠く及びませぬ。すでにインドにはエンペラーとハングドマンが向かっておりますし、
そのうちの一人、ハングドマンの右手が奴らを必ずや始末することでしょう。なぜなら、彼こそ無敵のスタンド、ハングドマンの主であり、私の大切な最愛の息子、ジェイガイルなのですから。